こんにちはフフィーフィーです中国の経済が悪化しすぎてあろうことか中国共産党がここに来て社会主義体制を強化していますこのままでは中国経済が本当に破綻してしまいます中国共産党が次々と中国の大手企業への締め付けを強化したりまた 富裕層からの資産をを没収すするような動きを始めています、まあ、中国共産党に対する富裕層の態度が生意気だと思っているのでしょうか、まあ、それ以上に中国の財源が苦しくてお金が必要だという点が大きいんですよねある統計によると中国には500万人以上の富裕層が存在すると言います 中国の人口は14億人なので、280人に1人の割合で富裕層がいることになります。中国の富裕層の定義は、年収が200万元、日本円で約2900万円以上で、資産は1000万元、日本円で約1億2000万円以上で、これをクリアしていれば、借金がどれだけあっても富裕層ということになるそうです。 で中国では近年こうした富裕層が増えていて中には大手企業のオーナーである超富裕層も多く誕生しましたしかしここで問題が起きてしまうわけですねそれはこうした超富裕層と中国政府との摩擦なんです 大手企業を経営するような中国人はグローバルな視点を持っていて中国共産党との思想と合わないのでお互い衝突するようなことが起き始めたわけです、まあ、衝突とは言っても中国で中国共産党は絶対ですから歯向かうことなんてできませんそんなことをすればどんなにお金を持っていようが 経済界の大物だろうが中国共産党によって消されてしまいます昨年10月中国最大の IT 企業アリババの創業者であるジャック・マー氏が習近平体制を批判してすぐにこれを中国共産党から問題視されてその直後からしばらく行方不明になったなんてこともありましたこの時ジャック・マー氏は 中国の金融政策は古ぼけた質屋のようだなんて言っていたんですね。これは中国の近代化を推し進めてほしいという思いからの指摘だったわけですが中国共産党はこれを反共産主義的な発言だと問題視してこの時からジャック・マーシだけではなくてアリババグループを目の敵にして圧力をかけ始めたわけです。 そしてその後、中国の大手 IT 企業のテンセントやバイド、そしてディディなどに次々と締め付けが行われて、多くの企業で創業者が引退したり、トップのポストから外れました。しかもきついのは、こうして追放された創業者や経営者の資産までもが取られてしまいかねない状況が起きているからやばいんです。 中国人民の多くは農民などの低賃金で働いているんですが平均年収は10万円ほどなんですね今中国は経済が悪化しているんですけれどもこうした格差が広がれば中国人民の不満も高まって習近平体制を維持できなくなってしまう。えただ本音ではね みんな平等になるべきだという共産党の理念なんて中国共産党はもうどうでもいいんです本当はどうでもよくてそれを名目にとにかく中国共産党は富裕層を締め付けて資産を没収して財政をなんとかして立て直そうとこうしているわけですね。 しかし、一度自由経済に慣れてしまった中国の人々、このご時世に、あの文化大革命のような締め付けをすれば、中国人民の不満が帰って大きくなるだけではないでしょうか。そして、中国企業を締め付ければ、中国の経済は萎縮して、中国の発展は止まってしまうどころか、衰退してしまいます。 このままでは第2の天安門事件が起きてしまうかもしれません中国はこの先の成長という道を捨ててそれでも共産党幹部のために習近平体制を守ろうとしているだけなんですね体制を維持するにしても人民や企業に強引に押し付けたり締め付けたりするものではありません習近平主席の考えは間違っています 中国共産党は今、共同富裕という言葉を掲げて、2049年の中国建国100年に向けた経済対策を推し進めています。この共同富裕とは具体的にどういったことなのか、まず高収入を調整して合法的な、まあ、合理的な収入を取り戻すということ、また 高収入の人々と企業が利益の多くを社会に還元するようにすることだそうです。えつまり、社会主義の本質なんですが、富をみんなでシェアして、みんなに分配して、社会から貧困をなくそうと、これが中国共産党が今推し進めている共同富裕なんですね。 だから中国の大企業を締め付けては罰金などを課して資産を没収するようなことをしているんですねえつい最近中国のアリババが中国政府に独占禁止法違反を指摘されて罰金3000億円も命じられたこともありましたよね あと、中国の大手企業は、中国社会に貢献するようにということで、まあ、例えば最近、テンセントが約8500億円の資金を、この中国政府が推し進める、共同富裕の計画に提供することも発表しました。 お金を持っているところから取って、そのお金で国全体を豊かにしていこうと、まさに社会主義の考えなんですが、これが今後ますます強化されて、徹底されれば、中国人民の努力する気持ちも薄れて、逆にかつてのような、まあ、与えられたことしかしない中国人民に戻ってしまうのではないでしょうか。こんな社会では、 モチベーションが育つとは思いません。これ以前、韓国でもあった財閥叩きの政策とも似ているんですね。ただもっと時代を遡れば、この共同富裕という言葉は、毛沢東時代の頃からあったんですよね。さすが毛沢東に憧れているだけあります、え習近平主席は再び文化大革命を起こそうとしているのかもしれません。え考えてみれば、 あの頃、毛沢東もイギリスには負けないと集団農業を推し進めて国力を上げようとしたんですね。しかし、中国経済は破綻して4000万人の中国人民が餓死しました。で、これをなんとか立て直そうと、この後すぐに毛沢東は文化大革命を起こすんですね。なんかこれアメリカに今追い込まれて 経済が悪化している中国の現状と重なりますよね。しかし毛沢東はこの文化大革命によって中国経済をさらに破綻させてしまうんですね。これが何を意味しているのかつまり今習近平主席がやろうとしている共同富裕という計画も中国経済を破綻へ追いやっているということなんです。 考えてみれば中国経済を発展に導いたのは1978年以降の鄧小平が行った改革開放なんですね中国の社会システムに資本主義を導入して経済を開放するために一国二制度を取り入れたんです習近平主席はこれと逆行しているんです 昌平路線ではなく毛沢東路線を復活させるという今の時代にありえないことをしてしまっているわけですそういえば文化大革命の時は中国で芸能活動も禁止しししてて厳しく取り締まっていまっいで中国政府は今中国のアイドルのファンたちの行動の規制にも乗り出したというんですね。 ファンがアイドルにお金を使うようなシステムを禁止するために芸能事務所やファンクラブを指導するそうですそして芸能人に対する処分も厳しくて中国で人気の女優が12億円の脱税を指摘されたんですがこの罰金がとんでもない額で日本円で約51億円というから驚きなんです。 完全に見せしめでしょう。そういえば最近中国のアクションスタージャッキー・チェーンが中国共産党員になりたいといった発言をして話題にもなりました。えつまり今中国では大物実業家だけではなくこうした芸能人も中国共産党にこびなければ目をつけられて弾圧されてしまうかもしれないということなんです。アメリカや日本が 長年中国を経済発展させるために支えてきたのに残念ながら中国は逆戻りしてしまいましたまさかこんなに急速に中国が後退していくなんて誰が想像したでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。